12球団、得点圏打率ランキング、ソフトバンク、2割7ブレイリン、オリックス、2割6分9厘、楽天、2割6分6厘、日本ハム、2割6分3厘、ロッテ、2割5分8厘、ヤクルト、2割5分3厘、阪神、2割5分3厘、広島、2割3分9厘、DeNA、2割3分3厘、中日、2割2分5厘、西武、2割0分9厘、巨人、1割9分2厘、成功率7割のバントを多用して得点圏を作って、そこで凡退しまくる攻撃を繰り返す巨人。バントでしか戦術がないんならしょうがないわな。投手補強して去年打ってた何人か放出してるから、ある意味計算通りちゃう？でも A クラスだし。逆にそんな打っとるんか体感1割以下やわ。もう投手力に全振り時代到来や。パリーグやってんなこれ。ハムってめちゃくちゃ貧だなイメージあったのにそんな上なんやな。オリックスが得点圏打率2位とか嘘やろ。そりゃあパワー DH あるし、強攻がうまくいく確率は高いよな。もっと得点圏で右打ちするとか、コンパクトに打つとか工夫ないんか？得点圏打率低いのに、バントでさらに得点期待値を下げてるのがな。阪神ってチーム打率はリーグワーストで、得点圏打率はリーグトップタイなんだな。次の1点を取るために、自己犠牲を植え付けた結果がこれ。1点しか取れない打線になってしまったんか。巨人やばすぎやろ。打ててないなって思ってたら1割って。1割台でなんで3位なんや。相手チームへの自己犠牲が浸透しているんやな。ノーアウト二塁とかだと、阿部はほぼバント指示だもんな。得点圏でギアチェンされたら、さっぱり打てないだけちゃう？さすがにもうちょい打ってほしいな。こういう線しっかり頼むで。